ということで、こちら福井駅の看板なんですけどね、多分ここをね剥がすと、あのハッピーライン福井のですね、福井駅っていう看板になっているんじゃないのかなと思います。ということでね、まあ、ここにね置いてあるこういう電光掲示板とかもね、あともう4日ほどしたらね、まあ、意味がなくなってしまうということでね、まあね、昔はね特急街道だったわけですけどもね、まあ、新幹線開業後はね普通電車街道になるわけですね。またね、まあ、ハッピーライン福井もね、まあ、せっかくなんで乗りに行ってもいいかなともね思ったりするんですけども、まあ、一旦まずはね改札を出て、ちょっとあのね帰りの切符なども含めてね、あの買っていこうと思います。ということでございましてね、こちらですね、まあ、新幹線乗り場ということで、はい、こうね開いてますね。はい、まあまだね入ることはできませんが、まあ、今後はね入ることができるようになるんじゃないのかなと。いやーすごいね本当に。いやーそれにしてもね、前来た時はねここ空いてなかったんでね、時刻表もねちゃんと掲載されてますね、まあ、こんな感じの時刻表となっています。本数自体はね30分に1本ぐらいの間隔で新幹線が来る、夕方以降はまあ20分に1本間隔、まあ、3本ということで、まあ、適当に言いましたけどね、うん、まあ、結構ね、まあ、新幹線の本数だけで見たらね結構便利ですよね。そしてね次乗るのがね、あの10時1分発の白鷺1号金沢行きなんですけどもね、まだねあの30分ぐらい時間あるのとね、あの現在ね北陸本線ね、なんか湖西線の強風の影響でサンダーバードが遅れている影響で、多分白鷺号も遅れていると思うんでね、まあ、多分40分後ぐらいなんでしょうかね、まあ、別に白鷺遅れる分にはいいんですけどもね、新幹線の接続が合わない分にはねちょっと困りますから、まあ、そこはなんとかね持ちこたえてくれたら嬉しいなと思います。新幹線あの指定席取ってもうたんでね、替えが効かないんでね、こんな感じでね業務終了の案内ということが書いてあります。正直あの結構ちょっと並んでるんでね、帰りの乗車券はまあもう帰りに、ね、買おうかなと思います。はい、とりあえずあのこれから先に乗るね、金沢からね、あの富山間の新幹線の切符だけ買っておこうと思います。言ってた通りね、あの乗り継ぎ割引が効くということでね、あの早いこと買いましょうか。運よくですね北陸新幹線の試運転見ることができました。いやいいですね、来年からはね向こう側にね新幹線が来るということで、こっちにね時は来なくなるというね、結構ね貴重なシーンですね。結構貴重ですねこれ。この列車は阿波羅温泉、加賀温泉、小松の順に止まります。列車が到着します。ご注意ください。
ということで、今ね9時55分なんですけどもね、今ちょうど9時38分発のねスタンダーバード5号、金沢駅に到着してね、ちょうどドア閉めて発車するところ、結構遅れてますね。後続の白崎がね、なんとですね、7、8分後ぐらいに走るというね、なかなかすごいね、北陸本線の特急超過密ダイヤみたいになってますけどね、はい、ということでヨンダーバードこと683系発車していきます。ヨンダーバードに関してはね、もう多分福井駅に来ることはまあないですね、正直ね、6両編成とかね、3両編成とかならねありえると思うんですけどもね、 V12 編成朝見ましたねこれ、ということでね、バイバイ。帰り乗りたいなと思うもののね、帰り乗ろうってしてる便がね9両編成ということでね、多分ヨンダーバード固定なんですよね。ということで、とりあえずこちらのね、白鷺1号ですね、乗っていきます。どうした君、情緒不安定みたいになってる。ということでね、まあ、3分遅れということなんですけども、簡単な、まあ、いや3分遅れなんでね、まあ一応新幹線金沢駅でね10分ほどお時間あるものの、まあ、回復運転してくれるとは思いますけどね、どうなんでしょうかね、間に合わんかった間に合わんかったで、まあ、払い戻しじゃないけどもね、やってもらえればまあいいんですけどもね、とりあえず早く乗車地の方を並んでいきましょう。次に乗るね特急白鷺っていうのは、まあ、1号なんですけどもね、こちらはですね3号車にしましたね、まあ、これはなぜかと言いますとね、ちょうどねその3号車っていうのはモーターの車両なんでね、まあ、車内に座りながらモーターの音を聞くことができるはずです。はい、ちなみにね、停車駅の方を見ていきますと、あ、こちらあれや、ジャゴ方面、こっちですね。ちなみにね、停車駅がですね、こちらサンダーバード、白鷺1号、はい、あばら温泉、加賀温泉、小松、1本前のね、サンダーバードとね、全く同じ停車駅。51号はね、さらにそこに真っ当に止まるというね、停車駅になっています。いやそれにしても、間に合えばいいな、新幹線。ということでね、こちらね、JR マーク消えてるんですよね。そんな感じです、うっすらと残っている感じ。しかしこれ西武鉄道に行くんちゃうかな、西武鉄道に入る高速療養車両、そんな無駄なことはない、絶対にいらんやろ。小松の順に止まります。列車が到着します、ご注意ください。ということでね、やってきました、こちら、白鷺ですね、7か、そう8やったらよかったな、第8編成ね、能登半島地震でね被災して、それでね連結機周りがね故障しているらしくて、もう廃車になることが決まっているらしいんですよ。なかなか珍しいと思いますけど、廃車になるというもう交互してますからね。ということでね、持っていきましょうか。というか特急券どこやった？あったわ。早く乗らんと。やばいやばいやばい。こちらね、はい、3号車ですね。乗っていきましょう。はい、指定席ということでね、乗っていきましょうか。指定席に乗りたい方がいたら、ね、この文字面を残したいというのもありますからね。早く乗らんと。早く乗らんと言ったところでね、なんかすごい、これはちょっと違うなんか影みたいなね、ついてますね。じゃあ、お邪魔します。おお、すごいね。と一番ギートがここですね、一番後ろのこちらのね座席でございます。普通車のねモケット、これはこれでいいカラーリングといったところでしょうか。ということで、せっかくなんでね、まずちょっとそこお聞きください。
大きさがあった方がね、デスクはしやすいんちゃうかなと思います。ということで、着きましたがね、金沢に。今ね、10時55分でね、乗り換える新幹線が58分なんですよね。3分で行けるもんかね。3分で行けるもんか、まあいいや。
別に乗り遅れてもね、あの高速のね鶴木号に乗ればね、別に富山駅に問題なく行けるんでね、とりあえずあの早いことあの乗り換えましょう。まあ多分待っててくれると信じたいけど、V12 やったらそうやったわ、1本前そうや。こちらね、なんとかギリギリ残り1分という状況でございます。10時58分、どこあった、これや、ちょっと待って乗りましょう、とりあえず乗ろう早く。ということで一旦ちょっとね、あの8号車からちょっとすいませんが車内に、ね、取り抜けていきましょう。ということでなんだかんだ言ってね、 E7系 初めての乗車でございます。こんな慌ただしくなるとは思いませんでした。で今回乗るのが10番 E ということで、ここですね、ここですね。あすごいじゃん、透き通った、まあいいね、横人通らんのはありがたいね。で前にねコンセントがついてまして、で後ろに人いるんでね、リクライニングはあんまり通せませんけども、まあね、あのネタバレになりますが、またね乗りに来ようと思ってるんでね、まあ大丈夫です、その時に紹介します。とりあえずちょっといろいろ片付けます。ゴミ箱がついてまして、
ということでね、富山にね着きました。いよいよね富山に着きましたね。はい、ということでね、横はですね、あの IR 石川鉄道とか富山鉄道、あ、富山鉄道じゃない、 JR 高山線とかと、そうですね、あのいろいろですね、適当すぎやということでね、とりあえず今からはですね、あのちょっとのんびりと、まあ、ここを観光しつつ、あの大阪の方にねまた戻っていきます。ただね、あのちょっとまずね、ご飯を食べたいということで、ご飯ね食べに行こうと思うんですけどもね、ちょっと迷っていまして、ここからちょっと歩いたところにあるね、あの絶メシロードっていう番組で紹介されたその店に行くか、それともあの普通にあの近辺に住ますか、ちょっと考えております。正直行けんねやったら行きたいんですけどもね、ただあの雨なんでね今日、なんでねちょっと考えてるんですよね。いやーすごいね、新幹線ホームからこうやって見下ろせるっていうね、なかなかいいもんですよ本当に、まあ、とりあえずちょっとね、あの降りながら考えましょう。なんだかんだね、人生で初めて富山県にね、あの入りましたね私。いやー日本全国ね、死ぬまでね回ってみたいですからね、こうやって徐々に徐々にね回っていくっていうのも大事なんかなと。はい、まあでも言うてあれですけど、言うてあのそんな一日っていうか、まあ泊まって観光するというわけでもないんでね、そういうの考えたら別になんかうーんって感じなんですけど、まあとりあえずねちょっとね、うん、どうしようかな、天気的に厳しそうなところもありそうなんで、あんまりねちょっと行きたいとは思わない、でも行けるなら行きたいといった感じでしょうかね。あのぶっちゃけ何食べたいか言われたら何でもいい、富山名物が食べたいといった感じです。ということでとりあえずね、すごいよこれ路面電車のね、ちゃんとね右左見てね渡らないとね、すごいなこれ、いやーすごいよこれ、なんかもうね商店街の中になんかあるいきなりのこの路面電車みたいな、面白いなこれ、すごいね、もうね感極まりないね、感動でもんですよこれ。河川とかもねすごいなこれ、交代河川と一般的な河川ね両方見れるっていうね、もう一石二鳥ですねこれ。ということでですね、ということでですね、あの食事処ポークでねご飯食べてきました。あの結局ねどうしようかな、遠いしなとか言いながらね行ってきました。あの多分行く後悔より行かない後悔の方がねめちゃくちゃでかいと思うんで行ってきたんですけどね、それを打ち消すくらいに、ね、もうめちゃくちゃ美味しかったです。もう朝ごはん食べてない私の体にねもう染みまくりましたね。他にもねメニューあったんでね、ぜひ次富山にね、まあ、家族と来るか一人で来るかわからないんですけども、来た際はね、ぜひいろいろなもので食べたいなと思いました。ということでね、今現在ちょっと路面電車のね停留所までちょっと歩いております。というのもね、せっかくねここまで来たんやったらね路面電車も乗ってみようということで、はい、まあ今ね路面電車の電停で荒町ってねところあるんですけども、そこまで歩いております。正直歩いたらねあの無料なんですけども、乗れるなら乗っておこうということです、そういうことです。はい、あっちの方はね富山の中心的な市街地なんでしょうかね、なんかね、街中に屋根があるっていうのはね結構そういうところ多いと思うんでね。ということでこちらですね、はい、富山地方鉄道のまあ路面電車線っていうんかな、何ていうか分からんけども、はい、荒町駅到着しました。ということでここからですね、あの今からね富山駅の方まで戻っていこうと思うんですけどもね、屋根がないというね、うん、普通にあの今日雨やから最悪ですねとりあえず時刻表見ていきましょうか。いまいちどの系統がどういうのかっていうのよう分かってないんでね、こんなカラフルな時刻表見たことないって、ないのこの環状線の富山駅方面の、富山駅方面は毎時あれなんかね10分8分ってことやから、次ですね富山駅行き、28分ということで今23分あと5分後ですね、で23分は富山大学方面行きというか、ということでね正直ねいまいちよく分からないですね。まあでもあのとりあえず電車の放送で富山駅行くってやつあったらそれになればいいと思います。あ、来た富山駅行きやって、じゃあ乗ろう、じゃあこれ乗りましょうかね。さすがにちょっと待って、一旦ちょっと整理しよう。すごいね、なんか大阪でも見れそうなやついいね、しかもね GTO でもなんか広電感満載やな、
ちゃんと乗りたいね、ちゃんと。ということでね、多分ちょうどね、向こう側来てるんですよ、富山駅行き、南富山駅前、まあ、南富山まで行ってもいいと思うんですけども、ただ正直ね、富山に戻ったところでなんですけど、電車のね、時刻がわからないんでね、まあ、最悪ね、新幹線乗ればまあ言っちゃいいんですが、あんま新幹線乗りたいないしな、金かかるし、うん今回使ってるね、切符っていう、旅は北陸ワンデーパスなんですけども、新幹線使えないんですよね。なんで必然的にね、新幹線使えないということは、在来線っていうか、まあ、第三セクターで行くしかなくなるんでね、正直無駄に出費はね、したくないんでね、うん、ということで、ちょっと電車来るんで、もうちょっと待ちます。富山駅行きの電車が中町長北を出まして、うん、来るよ、ということで、はい、来ましたね。ラックルかな、分からんけど、ということで、こちらのね、富山駅行きの電車ね、乗りましょうかね。はい、じゃあちょっと一回乗りましょう、ということで、あ、整理券取らんでいいよ、多分半回と同じやつです。ということでね、富山駅の方まで戻ってきましたが、IC カードと現金やったら、210円で、なんかこの私鉄の IC カードやったら180円で乗れるみたいですね。まあ私はちょっとだけの乗車なんで、まあ現金で払いましたけどね。ということで、とりあえず今からですね、はい、まあちょっとお土産買ってね、で、まあ金沢方面に行こうかなと思います。ちょっと秘宝でございましてね、折りたたみの傘のですね、袋をね、落としちゃったんですよね。最悪です。まあ仕方ないんやけど、最悪はもう、こんなことあると言いたくなるけど、まあ仕方ないですね、うん、ということで、お土産買うのも済ませましたね。お土産はね、まあペイペイで買ったんですけどもね、はい、鶴ヶまでならね、切符携帯でね、見せたら終わりなんでね、財布を出すことがね、しばらくないということで、ちょっと助かりますね。はい、すごい警察みたいなカラーリングの、あとエアロスターみたいな、なんか古そうな車両が走っていきましたね。まだなんか後ろも古そうな、なんていうかわからんけども、とりあえずね、財布出さなくていいっていうのは嬉しいんですけども、結局鶴ヶ先のね、乗車券買うのには財布出さないといけないので、どこかしらでちょっとね、財布出さないといけないんですけどね、出すタイミングというかね、難しいね。まあ、とりあえずね、はい、早いこと、ホームに入ろうっていうもののね、次の電車がね、13時14分なんで、まだあとね、20分ぐらいあるんですよね。なんで正直暇なんですよね。富山ライトレールの車両ですね。環状線入るんや。次来た時はね、こういうね、路線とかもちゃんと乗っていきたいですね。はい、ちゃんと乗れてないんでね。東洋コインとかもね、ホテル結構いろいろありますよ。とりあえずね、ちょっとのんびりとね、ゆっくりしておきましょうかね。多分ね、黒部峡谷のところやと思うんですけどね、こういうとこもね、まあ、行ってみたいなっていう、乾電トローリーバスとかね、行ってみたいです。こちら、愛の風ライナーっていうのもね、運転されていましてね、はい、なんかこんな感じで、お金がかかるものも結構早いみたいですね。こんな感じでございまして、フリーキップとかもあるみたいですね。なんかということで、ホームにやってきまして、次に乗るのがこちら、13時14分発の普通ワンマン金沢行きということで、井の谷行き、あれですね、高山線ですね、 JR の唯一乗り入れてくる JR、 西日本、まあ、東海でもありますけどね、特急型はね、東海車、はい、で普通電車は、まあ、JR の車両という感じです。こちらがね、時刻表となっていまして、高山さんこんな感じでございまして、はい、正直どうなんでしょうかね、在来線時代と比べて本数は増えたんでしょうか、いまいちよくわかんないんですけども、まあでも見た感じなんかね、確かに増えてるようなね、そんな気がしますね。 JR って大抵特急街道やったら、北陸本線の方が1時間に1本、多くても2本3本とかですからね。まもなく1番線に普通金沢行きが入ります。危険ですから、黄色い H ブロックの内側にお下がりください。列車が到着します。ご注意ください。A train will be arriving at platform 1. For your safety, please stay back behind the yellow line.